おはようございます。今日はモーニングルーティーンというか朝活を、皆さんにお見せしていきたいと思います。まず朝食ですね。最近はほんとこれが簡単で、オートミールご飯を作ってきます。で、オートミール、この粒がクラッシュされてないんですが、あのオートミールをね、米化させるっていう料理の方法があって、何グラムでもいいんですけど、今日何グラムしようかな。体重は昨日から増えてはないので、だいたい50をマックスで考えて、まあ80ぐらい食べる時もあります。でも全然それでもカロリー的に少ないんで、30グラムぐらいで、ここに水を、まあ、85ぐらい入れましたけど、あんまり誤差ないです。で、ちょっと隙間開けて、この状態で僕は800ワットで2分ぐらいいきます。まあ大体そうですね、600ワットだったら、まあでも2分かな、2分ぐらいやってください。じゃあ、はい、2分経ちました。ちなみに器が激アチになります。もう激アチになりますんで、気をつけて取り出してください。で、まあ何をかけて食べるかなんですけど、まあ僕はもうご飯にかけて合うもんなら何でも合うと思ってます。だから今日は卵です。本当これにシーチキンとかかけても、タンパク質取れるんですけど、ちょっと体重が増えてるんで今日卵だけで、で卵かけご飯にはもう絶対ワンツー、まあ僕はスリーぐらいいっちゃいます。じゃあいただきます。調理する前にお皿に薄く油をキッチンペーパーとかで塗ってます。こうするとオートミール米化させてもこうひっつきづらいんで、はい、洗い物が楽になるかもしれないです。かなり卵かけご飯みたいな色になったでしょ。まあちょっと脂質が多いんで食べ過ぎると太るんですけど、もう食物繊維とかビタミンとかは本当に完全栄養食な感じなんで、オートミール、困ってたらこれ食べますね。全然パサパサしないし、うん、ごちそうさまです。なんとかつやってっか。いろんなことを、まあ、書きたくなったら書くって感じではあるんですけど、毎朝必ずやってるのがこの2つですね。英語をもう出ない順、試験に出ない英単語の文章を1個だけ、自分この手帳に、福島手帳に書いていく。もう3月ぐらいからずっとやってて、まあ1日1文、まあ覚えるっていうか、まあそんな別になんか、あ、24日からやってたわ。暗記していくってわけじゃないんですけど、まあ、とりあえずやっぱ習慣として常に英語に触れるっていうことで、まあ、必ず、これを書くようにしてます。で、こんな感じで、開いててこうなるんで、でっかいクリップで、あんまり紙にはいい影響を与えてない気はしますけど、見開き2つなんで、だいたい1日に2つ書くんですよ。で、まあ、多分昨日の段階でカースイってやっても今日の分やっちゃってるんですけど、まあなんか今やる気があるんで、元気なんで、ちょっと追加でやっていきたいなって感じですね。だから木金もやっておきます。そうすると木金の自分が、あの、あんまりやる気なくてもその時はサボればいいって感じですね。毎回思うけど、この文章あったもおかしいな。全部2つ書いて、まあ、木金まで書いたんで、まあ、最悪木金は、まあ、サボることができるって感じですね。まあ、楽ですよね、こうやってやったら。次に開く自分に、最近気に入ってるこのクリップ、これで完了ですね。まあ本当に毎日毎日、やっぱここは気分によって、まあ、ちょっとわからない単語を調べてみたり、まあ、ちょっと読んでみたりとか、それは日によって、やる気によって違うって感じですけど、うん、3月からずっと続いてるんで、結構自分の中では習慣化できたかなって感じですね。だからこれも、やり終わると今度は次の文章、なんかそうね、これ最初面白かったんですけど、だんだん本当に頭おかしいんで、なんかちょっとこう、今度はもうちょっとお堅いやつでも続けれるかなと思ってやってみたいと思います。産業日記、これも1月からずっと続いてて、まあサブチャンネルで紹介しましたけど、火曜日ですね。まあ
美容室行ったことと、サブチャンネルが600人超えたこと、あと、まあ、花梅ってところで、まあ、飲んで収録したことでしょうね。はい。って感じ。まあもう、今日はすぐ出ましたけど、もし、パッとね、本当に昨日何だったんだろうっていう日ってあるじゃないですか。産業すら書けないときは、まあ、僕とかツイッターとかを見て自分が何つぶやいてるかとか見て、ああ、こんなことあったわ。じゃあこれ書いとこうとか。うん、そういう感じですね。やっぱ体の変化とか書きますね。やっぱご飯食べて眠くなったとか、やっぱちょっとやっぱ体調とかのばらつきがあるってこともやっぱ日記を見たらわかるんで、そういうところも記録したりとかしてますね。本当にいろいろやってましたけど、今はこの2つだけです。完全なルーティンは。あとは気分に乗ってとか、必要に迫られてとか、まあ、月曜日だったら、ちょっと一週間の初めの儀式があるんで、まあ、それはまたおいおいと、この Vlog 形式で記録していければなと思います。平日は今、サブチャンネルを撮って出しで必ず出してるんで、その収録をやります。もう本当にこのスタンドをつけて、ピコッと映して、何を話すかは決めてから一応カメラ回すんですけど、あんまり、そうですね、このサブチャンネルの方はなるべく編集をせずに、そのまま出すっていうことを心がけてます。じゃあ、やっていきます。ごきげんよう、劇団小林ライターの店です。このチャンネルは、イマルミナホリックと言いまして、インマイルームのサブチャンネルになります。信じられます?カメラ回すの忘れてました。まあ、結構喋ったんですけど、まあ、これ取って出しなんで仕方ないんで、まあ、取って出しが仕方ないというか、回しておいてカットはできるんですけど、回してなかったら何もできないので、もう一回喋っていきます。ごきげんよう、劇団小林ライターの店です。このチャンネルは、イマルミナホリックと言いまして、インマイルームのサブチャンネルになります。もしよろしければ。今日は、10時半からミーティングが、トーン市であるんですけど、まあ、それまでは結構自由に使えるんで、まあ、動画編集も終わった後、1時間ぐらい、今9時ぐらいだから1時間ぐらいあるので、まあ、筋トレも、今の間にやっときます。で、筋トレは、やっぱなんか激しくやらないといけない。ね、激しくこう体をこういじめるってなると、やっぱ1時間とか2時間とかかかっちゃうんですけど、僕は、毎日やる代わりに、一部位だけ、一種目だけやるっていう感じで続けてます。まあ、ちょっとね、本当は上半身の日とか下半身の日とか、そういう風にした方が効率はいいらしいんですよ。筋トレを週2回ぐらいにして、その休んでいくみたいなのことが大切らしいんですけど、やっぱそれはどうしても僕、継続することができなかったんで、今はもう1日5分ぐらいで、可能なことで、やっていくって感じですね。で、ライフオーガナイザーの今日は最近ハマってるバランスボールをどれか一つをやっていくって感じです。今めっちゃまだねうまくできてないんで、ちょっと動画でどういう映像になるかわかんないですけど。バランスボールの上での腕立て伏せっていう、めっちゃむずいんですよ。むずいんですけど、まあ、かなり効いて、腕立てなんだけど、体幹も同時に鍛えれるんで、はい。それをやっていきます。朝、着替える前だったら、そのパジャマのままやったりするんですけど、基本的にこの普段の生活着で、筋トレとかも割とやっちゃいますね。まあ、汗とかは気持ち悪いんで、まあそういう時はいろいろ着替えたりとかしますけど、なるべく僕はコントとかなんで、やっぱスポーツウェアでコントとか、マジックとかやることないんで、やっぱ自分の体は、この普段着で作っておいた方がいいんじゃないかなっていうのと、あと、筋トレのために着替えないといけないってなると、やっぱ継続しづらいですよね。その着替えるのがめんどくさくてやらなくなるってなるんで、僕はもうこの服で全然できるよっていう気持ちでやってます。とりあえず、5回3セット、5回少ないやんとか言わないでくださいね。めちゃめちゃ難しいんで、まだできないんですよ、これ。よし。これでもうきついっすから。1、2、3、10。おぉ、本当に普通の腕立てのもう3倍ぐらいきつい。ずっとバランスを取ってないといけないんで、ずーっと体の芯まで、ね、ビューってまっすぐになった状態でやるんですよ、これ。あ、もうやだ、あと2セット嫌やわ。あ、やばい。これ全然10できないですよ、マジで。はい、ラスト。バイン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 。はい。
はい。終わりました。これで今日の筋トレも終了。筋トレが終わって、まだ若干、そうですね、この家からだったら、まだちょっと間に合うんで、3、40分時間が来ましたから、ちょっとゲームとかやっていきたいと思います。まあ、隙間時間に僕がやるゲームは、この MTGA、マジック・ザ・ギャザリング・アリーナですね。マジック・ザ・ギャザリングっていう、世界最古だと言われているトレーディングカードゲームのオンライン版で、これはね、世界中で遊ばれてるゲームなんで、もうほんと隙間時間にすぐマッチングして、あの、ゲームができて楽しいので、もう、そうですね。マジック・ザ・ギャザリング自体はもう何十年もやってるんですけど、このオンラインは、あの、コロナ禍になってからオンラインでやり始めて、はい。まあ、お金もそんなにかかんないし、はい、大好きです。じゃあ、ミーティングに行く準備をしていきます。カバンに荷物詰めていくんですけど、まあ、アトリエは、すべて、この座ってるとこから手が届く範囲にあるんで、まあ、手帳と、まあ、外用のノートは、トラベラーズノートの、レギュラーサイズです。これも、中身のセッティングは、また、公開しようと思います。で、もう入っちゃった。これ、iPad のキーボード。と、基本、ミーティングはデジタルを使います。もらった書類とかはもうすぐかさばるし、うん、まあデジタルでも問題ないだろうと、こいつに全部入力するって感じです。で、まあこれはまあプチ楽しみなんですけど、会議の時にデジタルで、これあのもちろん iPad で GoodNote っていうアプリでメモすることもできるし、実際やってたんですけど、なんか楽しくないなーっていうのと、あと、ちょっと検索して調べて、あ、これこうか、みたいなことを会話の時に言いながら、ノートアプリをもう一回開け直すっていうのが、若干めんどくさいなっていうことが、で、集中力があんまちょっと持たないなっていうのがあったんで、会議用ノートっていうのは、基本適当です。どれ使おうかなって毎回考えて、じゃあ今日これ使おうみたいな。まあ、ちょっと最近作ってハマってるこの M5 のトラベラーズノートをアマ改造したやつを使います。で、これノートバラバラにしたらどこに何書いたかわからなくなるんじゃないかって思われる時もあると思う、思われる方もいらっしゃると思うんですけど、基本的に会議のメモは全部デジタル化して、一つのメモアプリに、ぶち込んでます。だから、全てのパソコン、僕は全部 Apple 製品にしてるんで、全てのパソコン、iPad、iPhone。これ全部で見れるような状態にして保管してるんで、だから逆にノート、なんか毎回毎回気分変えたいなと思ったら、まあその、ね、日記とかはバラバラに書くのってあんま現実的じゃないんですけど、好きなノートをさ、やっぱたくさんノート買っちゃうし、文房具沼の人は私も含めて。だから買ったやつ、ミーティングとか特にね、本当味気ないじゃないですか、会議って。だから面白くないから、そうやって今日このノート使おうみたいなのを楽しみにして、やって、でその代わり書いたやつをちゃんと同じルールでデジタル化して記録しておく。そうするとこの会議の時こんなメモしたなっていうのは、ノート開けなくても分かる状態にするっていう感じでやってますね。はい、パッキングはこんな感じ。まあこれにだから、外に出てアトリエ帰ってくるまでにやらないといけない仕事がもしあるんだったら別のものを入れていくって感じですけど、まあ会議だったらこれでもちょっと重いぐらいですね。はい。iPad いるんかなとか思ったりもしますけど。って感じです。はい。では、今日はアトリエでの、まあ、モーニングルーティーンというか、午前中の Vlog を撮ってみました。このチャンネルがいいなと思った方はぜひチャンネル登録、メインチャンネルの方もぜひ、応援よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。